次にチークを入れていきたいと思います。チークはボビーブラウンのオレンジを使っていきます。明るいオレンジではなくて少し渋めのオレンジ、このような色を使っていきます。一番下の色は少し濃すぎるので中間の3色これを混ぜて使っていきます。入れ方は少し斜めに入れていきます。斜めに入れることで顔がシャープに見えてキリッとした印象になります。このような感じです。次にリップを塗っていきます。リップはポール状のリップとルナソルのベージュのグロスを塗っていきます。ポール状のリップは少しオレンジがかったリップをつけていきます。口角のところは少し塗りにくいので縁を絵という形にしてもらって塗っていくと塗りやすいです。リップがつけ終わったら次はグロスをつけていきます。グロスをつけるときはこのままつけるとぼってりしてしまうので手の甲に少し取ってもらってつけていくと自然な仕上がりになります。これで完成です。ここからこちらの半分もやっていきたいと思います。これで完成です。今回は子供っぽいギャルっぽいメイクっていうのだけではなく少し大人っぽい背伸びした女性だけど目元はしっかりメイクっていうことを気をつけてメイクをしていきました。